染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらはダウンコートになります。ご覧いただいてすぐに分かると思うんですが、かなりの汚れ具合でございます。袖、ポケット、肘、肩、もう全部が汚れております。この中もですね、相当な汚れ具合ですね。表地はポリエステル 100%、 中綿はダウンとフェザー、裏地はポリエステル 100%、 ファーは取り外してありまして、お預かりしてないんですけど、フォックスって書いてあります。リブ部分はアクリル 100%、 素材的にはそんなにメンテナンス性が悪い素材ではないんですけども、まあずっと洗わないでかなりの時間来たんじゃないかなと。裏地の裾がこんな風になるにはですね、相当の長い間来たんじゃないかなというふうに思います。こちらはですね、何としても全部のシミを取るというふうな感じではなくて、そこそこな感じでというふうなことでお預かりしておりますが、どんな感じに仕上がるのか、やってみたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ダウンコート仕上がりました。こちらはですね、ご予算の関係というふうなこともありまして、お安くするにはですね、作業時間を短くというふうなことでご説明させていただきまして、できる限り綺麗にさせていただいたんですけど、これでもですね、ビフォーアフターの比較で言えば相当綺麗になっております。まあ、お預かりの状態なだけにですね、その差は分かりやすいんですけども、袖なんかはですね、真っ黒だったんですけど綺麗になっておりますし、ポケットのところ、ここもかなり汚れてたんですけどいい感じです。こちらも同じですね。そう、袖です。はい、ちょっとここにちょっと黒いの染み残ってますね。裾のところもですね、すごくこう汚れてたんですけど、こんな風に黒ずみはすっきりしております。これぐらい綺麗になればですね、今シーズンも快適に来ていただけるんではないかなというふうに思います。ダウンのロフトもいい感じに戻っておりますし、綺麗で清潔な状態になりました。ご利用ありがとうございます。詳しくは染み抜き武田クリーニングで検索してください。